定出林野局は明治から昭和戦前期にかけて存在していた宮内省の外局である。宮内大臣の管轄か、公室財産である御両林の管理経営を行った。1885年発足の御両局を前身とする。1908年に定出林野管理局として設置され、1924年に解消した。 第二次世界大戦後の1947年に廃止された。提出林野局の前身は、1885年12月23日に設置された区内省五領局である。同局は、皇室財産を確保し維持発展させることを意図し、勧誘であった山林、原野を五領林へと転換して、管理経営をすることを目的に設置された。 実際の御料理編変入が本格的に行われたのは第2本、帝国憲法交付及び帝国議会開設を目前に控えた1888年から1890年頃であったが、当初は教会の査定や測量など御料理の確定事業に追われ、実際的な経営が行われるようになったのは1897年頃になってからであった。 1908年1月1日、前年に制定された区内省管制の施行に伴い、五両局は独立した管制を持つ外部部局として再発足し、名称も提出林野管理局となった。当初は本局に9暇、地方に7市長、47出張所が設置された。1914年には市長制を廃止して札幌、東京、名古屋、 基礎の4支局と京都事務所に再編して、それまで各支局に属していた56出張所を再配分した。1921年に東京支局、京都事務所を廃止して、管轄12出張所を本局直轄とし、東京に林業試験場を設置した。1924年4月8日に提出林野局に解消され、 東京市局を再オけして、旧東京市局、旧京都事務所に属していた、本局直轄12出張所を管轄させた。1937年に拡大する、ご料理に合わせる形で本局を2部7課制にして、旭川市局を設置して5市局57、出張所体制に再編された。GHQ による、区内省組織の縮小要求や、 農林省との林野行政をめぐる対立を避けるための林政統一論に押される形で1947年3月31日に提出林野局は廃止され残された五両林は翌4月1日付で農林省林野局管轄の国有林に編入された初代長官となった日田浜五郎、ありがとうございます